クライナ軍による大規模なドローン攻撃が5月7日、占領下のクリミアのセバストポリ及び、周辺のロシア海軍基地に対して行われたとのこと。なんかいつも攻撃受けてますね、ロシアさん。防空力の向上に全然努めてなさそう。ウクライナ側では、キーウに飛来していたロシア軍の35機のドローンのうち、35機を撃墜することに成功したという情報も出ているな。35機中35機って、全部ってこと？以前と比べて防空力もだいぶ上がってきたわね。ロシアとウクライナでは、防空力の進展に明確な差が出ている印象ですね。ウクライナにとってキーウ上空を守ることは当然重要なことだけど、ロシアだって海軍基地の上空を守る必要はあるだろうに。とは言ってもまだ、すべてのミサイルを撃墜できるという状況にはなっていないけどな。まあ技術的にそもそも難しいですもんね。ロシア軍の防空網が満足に活動できていない様子は、これまでも幾度も報告されている印象だ。5月3日にはモスクワ中心部のクレムリンがウクライナからドローン攻撃を受けたとロシア大統領府は発表したが、クレムリンまで到達されたガバガバな防空網に、SNS 上では白々しい自作自演を疑われている始末だ。この攻撃についてはウクライナは否定しており、ロシアも翌日には米国の存在を指摘していて、この攻撃の真相はわからないが、実際に他からの攻撃があったにしろ、自作自演だったにしろ、ロシア軍の防空能力の低さを披露しただけのようだ。ええ？全く一体何がしたいのかしら、というかさすがにちょっと不思議じゃない？ロシアって最近、GPS ジャマーを強化したことでハイマースの精密砲撃に対抗する術を持ち始めた、なんて話が出てたけど、ということは現在の防空体制を改善する術を持っているわけでしょ？なんで防空力だけ全然改善されないんすか？これってもう開戦直後からずっとよね。まあ単純に兵器の量とか質とか、それだけが理由ではないからな。そのような防空体制の改善が進んでいないという話に関わるかどうか不明ではあるんだが、最近またロシア側の汚職問題に関する興味深い情報が出ているな。この情報によると、ロシア国内の弾道ミサイル早期警戒システムが、請負業者の詐欺行為によって必要な電子部品が届かなくなったため、実質的に役に立たなくなったということをロシア側のテレグラムチャンネルが伝えている。結構大きなスキャンダル事件になっているようだ。なんやそれ。汚職問題の話は前々からあったけど、まあそりゃそうか。長年の汚職問題をこの戦争の真っ只中に解決できるわけでもないですもんね。今回の汚職によって、一体どんな問題が発生したんでしょうか？改善されない防空体制とどんな関係があるのかも気になりますね。ということで今回は、ロシア軍汚職で崩壊中、軍内で詐欺が加速した結果、防空兵器も鉄くずにと題し、今回ロシア側で確認されている、早期警戒システムの問題に触れていこうと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等があれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになっています。それでは皆様、ゆっくりしていってね。さて、これまでに公開していた動画でも語っている通り、ロシアはウクライナとの戦争長期化及びアメリカや EU を中心とする経済制裁の結果、深刻な経済力の低下に加えて、軍備調達能力の低下が著しくなっている。ただしそれでもかつてのソ連の流れを組む軍事大国ロシアだ。今すぐにでも国内の軍備生産能力が完全に崩壊するわけではない。実際、兵器が足りてない中でも、なんとか戦いを続けられるほどには供給されているわけですし、そのあたりは苦戦しながらも、さすが世界有数の軍事大国なだけありますよね。現に5月6日は、インドがロシア製の装備に関する契約をロシアと結んだことが報じられた。インドはロシアの伝統的な友好国であり、つい最近はロシアがインドに輸出するはずの戦車を勝手にウクライナとの戦争に投入したことが確認され、インドもロシア製兵器から離脱する方針を取り始めていると噂されていたが、そう簡単にはいかなかったようだ。おそらくはインド自身の軍事力、経済的な懸念からだろう。これまでインドはロシア製の兵器を中心に利用していたこともあるし、ソフトウェア技術の発展は著しい国ではあるものの、兵器に関する技術はあまり芳しくない。インドは欧米との国際関係もありますが、一貫してロシアへの配慮を続けてきたことですし、今回の一件はあまり意外ではなかったかも。ロシアとの関係をより深めたようですね。直近に中国との国境トラブルなんかもありますし、うむ。
今回のインドのように、ロシアはこれまで関係の深かった国々とも未だ経済的な交流を続けている。なので自国の軍備生産能力が低下したとしても、海外から部品を調達することも不可能ではないし、経済力の低下も深刻だとされているが、継戦能力は十分に持ち得ているというわけだ。インターネット上ではロシアの経済力の低下によって、軍事力もすぐに崩壊するなんて予想もされてましたが、すぐになんてことはなさそうですね。実際、厳しい状況ではありそうですけど。さて、そのような経済力軍事力の低下が著しい中でも、未だ崩壊の予兆は見せないロシア国内で大きなスキャンダルが報じられた。踏ん張りどころでのスキャンダル、国内の批判を集めそうですね。今回スキャンダルが報じられたのは、現代ロシアの早期警戒レーダーであるボロネジに関するものだ。ボロネジは特に B ミューズ、すなわち弾道ミサイル早期警戒システムと呼ばれるレーダー網の一つである。その役割は主に核兵器や、大陸間弾道ミサイルと呼ばれるような、大型かつ脅威性の高い兵器に対応するための防空システムだ。冷戦期にソ連からの攻撃への警戒のためにアメリカで開発され始めたシステムだが、その後ソ連でも導入。そのシステムを保有している国はつい最近までアメリカとロシアしかなかった。2019年には、中国が B ミューズを開発し、その開発をロシアが支援するという発表があったばかりだった。もともとは米ソ互いに牽制のために保持しているシステムだったのかしら。今になって中国が開発するってことは、中国もアメリカを意識してのことなんでしょうが、そもそもこのボロネジってどんな働きをするの？ロシア側の情報ではあるが、ロシアのボロネジというレーダーは数千キロメートル先からのミサイルの発射を探知、発射時の軌道や速度から、落下地点を瞬時に予測することができるというシステムだ。その対象は地上発射型だけに限ったことではなく、海上発射型のミサイルにも対応できる。はい、すごい。数千キロ先ともなれば地球の裏側近くから飛んでくるミサイルも感知できちゃいますね。また、ロシア製の防空兵器として名高い S-400 との情報連携機能があり、ミサイルの発射とその軌道を割り出したボロネジは、そのデータを各地に展開している S-400 の部隊に送信し、S-400 が目標を迎撃するという仕組みになっており、ロシア上空のあらゆる脅威を破壊できるようだ。ロシアではこのボロネジのレーダーが、サンクトペテルブルク近くのレクプシを含め、ロシアの国境沿いに8基以上設置されている、ロシアの国防力を象徴する、高度なシステムだとも言えるだろう。こんな高度なシステムを開発できるのに、なぜ防空体制を改善できないの？実際に前線で設置されてなくとも、活用できるもんなんじゃないの？これ自体は大陸間弾道ミサイルとか核兵器とか、大型の兵器への対処を想定したものだからな。なのでドローンとか、小型で低速低空を飛来するような兵器に対抗するようなものではない。ああなるほど。役割が違うわけですね。さて今回の本題に移ろう。このような重要なシステムに一体どのような汚職があったというのだろうか。次はこれを見ていくことにしよう。今回このシステムに関するスキャンダルを報告したのは、ベチェッカー OGPU というロシアのテレグラムチャンネルだ。このアカウントの情報によると、ロシアの早期警戒システムであるボロネジが、部品交換詐欺によって無力化し、これがスキャンダルに発展しようとしているという。また、同チャンネルは今回の詐欺について、ロシアの軍備調達ではこのような汚職は広く行われており、多くの場合、大抵役人が絡んでいるとも報告している。部品交換の詐欺ってどういうこと？安い部品を買って、余った資金を横流しみたいなこと？すでに8基以上建設されたボロネジのレーダーは、1基あたりの平均価格はだいたい200億ルーブル、2億5700万ドル相当もするという、とてつもなく高額なものだ。このレーダーの開発は、当然ロシアの会社によって行われたのだが、そのような高度なレーダーの電子製品はロシア国内では生産ができない。ほとんどが海外から輸入されたものだ。高度な電子部品に関してはロシア製の戦車同様、やはり海外から輸入して開発する傾向がある。しかしこの部品の購入の際に利益率を上げるため、本来であれば軍事目的には利用できない、安価なトランジスタを海外から調達してしまったという。ロシアはこのトランジスタ、約1000種類にそれぞれ数百ドルで計上されているものの、このトランジスタ自体は、なんと数セントで購入されたものだという。ロシア軍は総額で数十万ドルで、部品を仕入れたってことですよね。で、元値は数セント。これは開発費を安く済ませようとした結果というわけですね。請負業者が意図的に極端に安いトランジスタを購入してしまったようだな。もちろんそれで想定通りに動けば問題ない。
しかし、そうはならなかった。本来の目的ではない部品を使用した結果、レーダーの安定性は非常に不安定なものとなり、現時点で動作不良の状況に陥っている。請負業者の詐欺行為によって、ロシア本土を攻撃するための機会をおのずから提供してしまっているのだとのことだ。安物買いの銭失いという感じだな。今までウクライナの前線で起きていた汚職まがいの行為は、普通にロシア国内で日常的に起こっていたことだと。当然といえば当然なんですかね。過去にこういうことが起こってなかったのなら、経済力の低下のせいでやむを得なかったのかしら？そうだな。冷戦時代は核ミサイルという脅威があったため、早期警戒システムの開発に関しては、ソ連の政府や研究所、開発工場と綿密な協力関係が存在していた。ところがソ連の崩壊に伴って、核兵器の脅威が著しく低下、ソ連時代の軍事開発の仕組みもともに崩壊してしまったことが、今回の汚職問題の原因になっている。ソ連時代は本当に軍事大国だった。だから国内にも大量の軍事産業が存在したものの、ソ連崩壊で経済が衰退し、国内の軍事産業のほとんどを維持することが難しくなってしまった。というか、冷戦期以降、軍事産業が縮小しているという点ではどの国も一緒なんだが、プーチン政権下では、なんとかそうしたソ連時代から続く産業を維持しようという方向に努めたんだよな。だが、そうした努力は虚しく、実態は伴わなかったという話だ。そう聞くと悲しい話ですね。彼らはまだソ連時代に生きているのかも。戦争は女の顔をしていないの著者であるベラルーシの作家の方が、彼らはソ連時代の亡霊である、なんて感じの発言をしてたけど、本当にその通りですよ。今回のボロネジのレーダーに関する不正は、ロシア本土にも地対陸間弾道ミサイルなどの脅威的な兵器が飛来してきた時、その第一陣の攻撃で、ロシアが報復に使用可能な兵器のほとんどを撃破できることを意味する。ロシア国内ではモスクワを含め、ウクライナ軍のドローンが襲撃するという事件が、冒頭で紹介した一件以外にも何度も発生している。今回のレーダーはドローン迎撃用ではないため直接的な関連性はないものの、ロシアの防空力の欠陥は、もしかしたらこのような汚職問題が重大な影響を及ぼしているのかもしれないな。軍部、政府、あらゆる場所に汚職があると、この状況ではすぐに防空網の改善は難しいでしょう。ウクライナにとっては航空攻撃のチャンスとなるのか、それともロシアはこれを踏まえ、その他防衛に力を入れていくんでしょうか。ロシアには解決すべき問題が山積みのようだな。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。